ここにいるみんなも我々の新しい仲間となって一緒に戦ってもらいたい。じゃあね、今からそのやり方をみんなに説明しよう。みんなは両手をパンタック上に上げてくれ。はい、全員やってくれよ。はい、走ろう。上に上げてくれ。じゃあ両手上げよう。そうだ。そして親の指を立てて、お父さん歩きながらやってください。はい、その親指を下に向ける。さあ、まだ早い。そして大きな声で、
いや、一本しかないけど、頑張ろう。はい、全員持って。間を持つと手を挟んだら気をつけろ。そこは手を挟むぞ、これは。そうだ、こっちだ。よし、大丈夫か。はい、それでは皆さん、ハロットランス3秒までいきましょう。そうだ、みんな覚悟しなよ。そうだ、ビッグガードを連れてこい。みんなから行ったんだから、ハッチャー、ハッチャー、ハッチャー。やあ、スリーツ、なんで話したんだ。ビーターを打ち抜いてもらいました。皆さん、カウントダウン3秒まで帰ってきます。それでは行きましょう。せーの、3、2、1、5。はい、さーめくりで5本。よし、今行って俺たちは仕事に戻るぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くし、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし、悪の帝王ディコンの率いる凶暴な侵略者たち、スモーカーズは誰よりも早くドライランドを発展し、支配しようと企んでいる。ディコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまで。よし、押し出すんだ。
あの半分魚のお前の釣りだ。目をえぐり出してやろ。Yeah!
爆弾し王国へと向かう。さあ、残念を下に沈めるか。どうしてこいつを生きて
望は海の底へと消え去った。人々はドバイランドに新たな運命を築いた。そしてマリナーはマシンガンだと生き延びた。